激レアさんを連れてきた未公開トーク。今週は滝沢カレンさん、さらば青春の光森田さんが登場。今日こうやってがっつり多分出していただくの初めてで、森田さんなんだかいつもと様子が違うぞ。疲れたいから日本代表だったんだよ。息をチョイスすんなよ。ちょっとすいません。黒中アナにラブコール。盛り上がりすぎて本編に収まりきらなかったオープニングトークをノーカットでお届け。まずは滝沢カレンさんの激レア体験。さあ、それでは本日の客員研究員さんをご紹介します。滝沢カレンさん、さらば青春の光森田哲也さんです。よろしくお願いします。さあ、滝沢さんはおよそ5ヶ月ぶりのご出演です。よろしくお願いいたします。どうでしょう、カレンさん、この5ヶ月間の間何か珍しい体験ってありましたか？ありました。実は私はその大昔、まだこの世界から入ろうか迷ってたぐらいの時に、ずっとジャングルポケットさんの追っかけをしてたことがあるんです。本当に大好きで、無限大の渋谷、毎日あのガラス越しに見に行って、本当にガラス越しなんですね。ガラス越し、なんか入ってない、中には入ってないですね。あのタダで見れるとこがあるんですよ。違うんですか？違うんです。あの中で、あのライブをやってる様をガラス越しにタダで見れるところ。若いからね、学生さんだからね。学生で、本当に斉藤さんと出会いたすぎて、毎日ずっと出待ちをしていたぐらい、あの出てくる人たちを。本当に好きだ。で、その時に出てきたのがそのパンサーの向井さんだったんですよ。もしかして向井さんと写真を撮るなりすれば、斉藤さんとつなげてくれるんじゃないか。すごい。しっかり無限大女のマインドですね。そうなんです。応援してますみたいな感じで、その一枚の写真を撮った人と今一緒にラジオしてるっていう。つなげてもらおうと思った。斉藤さんとは結局撮れなかったの？撮れなくて、その後も会えることもなく、何回も出待ちしてもそのまま出てこず、それ以降パンサーさんとも会うこともなく、ジャンポケさんとも会うことなく、したら熱も収まるじゃないですか、自然と。まあ年をね、追うごとに、取るごとにね。でもなんかそのパンサーの向井さんと今一緒にラジオしてるっていうのが、ちょっぴり激レアだなと思いながら、すごいね、写真撮った人とね、出会うわけなかったので。向井さん覚えてらっしゃいました、カレンさんのこと？向井さんに相当説明したんですけど、やっぱり一番多分人気だったんですよ。そうか、だったので覚えてないって言われてしまったんですけど、私はすごい覚えてました。あの時向井さんの周りにいた女の子たちはすごい量だったので、量すごかったです本当に。そして森田さんは激レアさん初登場です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組のことはご存知でしたか？当たり前じゃないですか。嬉しい。知ってますよ、はい、どんな印象がありますか？面白い。嬉しい。一番嬉しい言葉ですけど。はい、いや、弘中さん、僕ちょっとちょっとというか好きで、ちょっと珍しい、ゆったりした喋り方が僕ちょっと好みで、そうだから見させていただいてます。ありがとうございます。はい、相当好きでしょ。なんで？いや、ちょっといや、様子おかしいですか？いつもと違う。もっとガサツさんは。カレンさんはもう何回かご一緒させていただいて、まあ慣れました。そうでしょう。ヒロミさんもほぼほぼ、まあ廊下とかではご挨拶あるんですけど、今日こうやってがっつり多分出していただくの初めてで、はい。様子おかしい。初めてでとかタイプじゃないだ。こうだろ、森田って。本当に。もうちょっと普段よりも声小さめで。本編始まったら頼むぞ本当に。いや本当にありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。森田さんはこれまでなんか珍しい体験でされたことあります？僕珍しいで言えば、とあるスポーツの日本代表になったことがありまして、モルックというスポーツなんですけども、それの日本代表で世界大会に行かせていただいた経験があります。はい、いや様子おかしすぎるよ。モルック絶対あっただろ他の話。いいこと言って落とすだろいつも。
ちょっと好かれたいから日本代表だったんだ、話をチョイスすんなよ、はい、ちょっとすいません、ディレクターに事前に言ってた話と急遽差し替えさせてもらいました。すいません、変えるなよ、すいません、申し訳ないです、はい、なんか荒い話しようかなと思ったんですけどやめとこうと思って、アピールしたかったんだ、はい、日本代表になったすいません、申し訳ないです、でもなったことはまた後でじっくり喋ろうかなと、終わってから木をね、こう投げて倒すようなさ、スポーツがあるの、はい、もうそう日本代表なんです、うん、森田だからなんかそこでなんかあるんだろうなと思ったら、うん、ただ弘中ちゃんに伝えたかった、はい、日本代表、分かります、すごいですね、日本代表、はい、すごい日本代表、もう一回けど本編始まったら頼むぞ本当にで、嘘じゃねえよ